ボボボンツポン、ボボボンツポン、チャチャチャン。はい、どうもこんにちは。男でデイリーモーション見たことないやつをご覧、チャスジーチャンネルじゃ。今回は会社のバックレ方について説明していこうと思う。新入社員になったけどもう仕事を辞めたいってやつ、まあ、今日たくさんいると思うんじゃ。ただな、辞めるにしてもとんでもねえ辞め方して、ガチ犯罪じゃねえのこれみたいなことになるやつもいるから、今回はそういうやつらのために会社を辞めるにあたっての正しい知識というものを身につけていただきたくてこの動画を撮っておる。新入社員以外のやつにもためになる動画かもしれんから、ぜひチェックしてくれよな。それでは行こう。すぐ今日もお仕事渋いね。部長、俺言った話があるんですけどいいですか？どうした沼田君？僕まだ入社1ヶ月も経ってないんですけど、会社辞めたくて。入社する前と思ってたのと全然違うし、働き方が僕に合ってなくて辞めようと思ってるんですけど。1ヶ月以内でここにいても迷惑かけるだけだと思うんで辞めさせてください。めっちゃ言うやん。はい、まあいいよ。いいですか？それだけ自分の思ってたのちゃうかったら仕方がないからな。うちにも悪いとこがあったのかもしれんし、後ほど退職手続きを正式にやってもらうから、ちょっと待っといてくれ。うん、分かりました。お世話になりました。うん、ありがとうございます。ちなみに仕事辞めて何すんの？あ、どこに決まってません。フリーター？はいはい、チェックラーン。その1、丁寧に辞めるじゃん。こういう辞め方がまず基本ではあるな。私が辞めましたら上司が、はい、そうですか、退職手続きをして辞めますと。この辞めたい理由っていうのが、もし社内環境が悪いとかだったりしたら、それを汲み取ってくれて、もしかしたら改善されるかもしれん。それが改善されたら別にな、自分にとって働きやすい会社になるんだから。で、基本的には、まあ、会社を辞めた場合、最後に有給休暇を消化して、次の仕事先で頑張るぞ、みたいなことが基本なんじゃが、まあ、新入社員の皆さん、有給休暇注文は、半年以上は働かないと、まあ、もらえんっていうパターンがほとんどじゃ。お金が結構厳しいからな、もう次のこと考えて頑張らないといけないし、有給休暇がないっていうのは結構きついから、まあ、計画的に頑張ってほしい。さあ、ここでジャスティスコラボ。辞めるときに、失業保険、退職金が欲しいって、辞める人も結構いるんじゃが、失業保険は、入社から1年以上は経たないと、もらえません。そして退職金、最低3年以上会社で勤続しなければもらえません。なので新入社員の皆さんには関係がありません。これは念頭に置いといてくださいな。まあ、ただな、新入社員が急に辞めるっていうのは厳しい。もうなんでやねんってなるから、向こうからしたら。その場合どうしたらいいのか、こちらを見ていこう。レッツゴー。というわけで、カクカクシカジカで退職したいんですけど。いいわけあるか。そんなすぐ辞めて何になんねん。こっからまだ頑張って続けれたら何か変わるかもしれへんやん。でも本当だ、もう無理で。君、体は男やのに心は女やねん。キモいっすね、やめてください。とにかく君の退職届は受理できひん。はい、いたいた。うわー、ちょっと、タバコとはいいから。おー、行け。うわ、マジか、やめれねえのかよ。もうここで働くの限界だよ。さっ、沼田君、人事の阿部さんじゃないですか。確かにっすね。採用の時はお世話になりました。入ってみてどうすか、会社はいかですか。いや、もう結構限界来ちゃって。え、それなんか上司とかには相談したんすか。言ったんすけど無理って言われちゃって。じゃあ僕やりましょうか。え、どうせ僕人事、僕の仕事なんで。それいいっすか、阿部さん。まあまあ上司と会わないとかもあるでしょう。はい、まあ、全然僕やるんで大丈夫ですよ。気にしないでください。やつ、ありがとうございます。まあまあね、いろいろこう面倒に弱いこともいると思うんでね。違いますか。まあまあ全然そんな、ゆっくり話聞きますから。この会社やべえよ。うわー、はい、チキラー。さらに人事部の人に話す。さっき見てもらった動画の人みたいにパワハラ気味の上司だったり、直接退職しますっていうのが伝えるのが難しいという時は人事の人に話してもいいのよ。結構これは知られてないから裏技的な感じかもしれないよね。最終的に退職の届けを受理するのは人事部の人だから、最短ルートということもできるわ。この場合も通常の退職ルートと同じように無事退職することができるわね。チェキチェキチェキラー。それでは次のやつ行ってみましょう。はい、チェキラー。しぶ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 がきだ。あれ、沼田君来てないの。始業からもう30分経ってるのに来へんぞ。ちょっと連絡してみよう。うわ、部長から電話だ。今日会社来たくねえんだよな。もうやめようかな、このまんま。あれ、なんで出えへんねん。やめちゃう、そうしよう。もうこのまま連絡出ないでやめちゃう。うわ、また来たよ。もうちょっと誰じゃこれ。あれやるか、ピッ。あ、出た。この電話は現在使われておりません。うわーという発信の後にメッセージを残してください。うわー、これ本人がやってるやろ。あいつ仕事飛びやがったな。渋いね。はい、チェキチェキチェキラーン。読み方3つ目が音信不通。これはまあいわゆるバイトの時みたいにブッチするやり方ね。ただこのやり方だけは絶対にお勧めできないわ、チェキラ。この場合処分としては懲戒解雇、まあ言うならクビよね。転職は愚か、その後の人生が丸ごと狂っちゃうわ。でしかも急に音信不通になったら会社の人は心配してあなたの緊急連絡先である親族の方に連絡するかもしれない。そして心配して上司の人はあなたの家に来るし、ワンチャン死んでんじゃねってなったら警察の人のお世話になっちゃうことも
もあるわ。いろんな人に迷惑をかけちゃうから絶対にやらないでおこうわね。さらに最悪の場合損害賠償にもなっちゃうかもしれません。ハンマーカンパ。それでは次のやつ行ってみましょう。じゃきゃー。あーもう限界だよ。毎日毎日会社でぐちゃぐちゃにいじめられてさ、残業も強要させられて人格も否定されて、こんなんパワハラじゃん完全に。もう会社行きたくねえな。限界だよ。もうメンタル終わっちゃいそうだな。なんか会社辞める方法ないのかな。あ、これは沼田くんはまだか。え、これちょぐちゃうんか。最近の社員は根性がない。今日来たら一からしごき上げたるからな。腹立つわほんまに。失礼します。ん、誰だね君は。私、退職代行のカズキンと申します。退職代行、はい、何それ。そちらの社員の沼田くんの方からこの会社を退職したいという申し出がありまして、彼の依頼を受けて代行でやってまいりました。いやいや、あかんよ。沼田辞めた言うてんやったら直接俺に言ってこないと。なんでお前みたいなやつ来んのよ。直接彼の方から申し出が私の方にありましたので、手続き自体は彼が行わなくても良いものとなります。じゃあもう退職この時点で確定ってこと。はい、確定です。確定。はい。はっちきら。辞め方の4つ目、退職代行を使う。最近よくこの退職代行っていうのを聞くようになってきたわよね。これは文字通り、あなたの代わりに退職代行業者さんが会社とやり取りをして退職の手助けをしてくれるわ。このサービスを使えば一切会社の人と顔を合わさずに辞めることができるし、メンタル的な負担はゼロゼロゼロだー。本当に会社に行くのがしんどい人とか、もうパワハラ上司にやられてメンタルボロボロですみたいな人は、ぜひこのサービスを使って辞めてみてね。ちなみにこの退職代行業者の仕組みとしては、あなたの代理人として正式に代行業者が依頼されてるっていう形で会社と交渉するので、法的にも OK よ。ただいろんな代行業者があって、弁護士資格を持っていない代行業者だと退職時の条件、まあ有給を消化させてくださいとか、なんかそういういろんな条件が会社と交渉できなかったりするから、その辺はいろいろ調べてみてね。さらに昨今は退職代行業者の急激な増加により悪質な業者も出てきているみたいね。実際に代行業者に依頼したのに辞めれなかったってクソ気まずいっすわみたいな事例もあるみたいだから、その辺もしっかりチェキチェキチェキャー。はい、じゃあ、いかがじゃったかろう。まあ、こんな感じで、正しい辞め方というものは存在する。わしがやっぱなるべくやってほしいなと思うのは、辞めた会社にしがらみを残さないこと。あまり自分が次の会社行くのに、ね、大引くようなことをいっぱいあってほしくないだろ。バックレるにしても、ちゃんとバックレよという話だ。で、まあ、なんでこの時期に動画を上げるのかって言ったら、今辞めたいと思ってるやついるかもしれんけども、他にも結構おるから、なんで自分は社会に向いてない人なんだって思うかもしれんけど、正直みんなそうじゃんから。結構苦しい中頑張ってるし。で、その中で耐えられないみたいなことが起きたら、辞めても全然いいから、最低でも会社に3年はいた方がいいってやっぱ大人の人は言うんじゃけども、そんな時代でもねえから、いち早く自分に合った会社を見つけて平和に働いていくっていうのが大事だと思う。わしは新入社員の皆さんを応援しておるからな。あ、じゃあじゃあこの動画がいいと思った方はチャウチュールとワンチュールを送ってくれ。最近ハマっとるんじゃ。いらんじゃん、いらんばん。